ベーチモ号は1914年にスウェーデンで建造され、ハドソン湾会社が所有していた1322トンの鋼鉄製蒸気貨物船。カナダ、ノースウェスト巡州沿岸のビクトリア島に住むイヌイットとの毛皮と食料の交易に使用された。後にアラスカ沿岸で有名な幽霊船となった。カナダで撮影されたベーチモ号ベーチモ号は、 ハンブルクのバルティシャレーデレー、KG から発注を受けたスウェーデン、ヨーテボリのリンドホールマンズメック、バークス A、B において、造船番号420、アンゲルマンネルフ分号として建造され、1914年に浸水した。本船は、全長70.15メートル、3段、膨張式蒸気機関で、速度は10ノットだった。アンゲルマンネルフ分号は、 第一次世界大戦までハンブルクとスウェーデンとの貿易路で使用され、第一次世界大戦後はドイツによる輸送損失に対する戦争賠償の一部として、イギリスに引き渡された後、1921年にハドソン湾会社が取得した。そこで、米チモ号と改名され、スコットランドのアルドロス山を母校とし、カナダ北岸の毛皮集積。 公益所への9回の公開を成功させた。1931年10月1日、公益公開の終わりで、毛皮の貨物を積載していた米地模号は総評に閉じ込められた。乗組員はあっさりと船を放棄し、氷上をシェルターを用いて2日かけて半マイル離れたバローへ避難したが、その後船は氷から解放され、乗組員は船に戻った。10月8日、 船は再び氷にはまったが、今度は完全にはまってしまった。10月15日、ハドソン湾会社は飛行機を飛ばし、22名の乗組員を救出し、15名の乗組員が後に残った。残った彼らは必要に応じて、冬が終わるまで待つつもりで、少し離れたところに木造のシェルターを組み立てた。11月24日、 激しいブリザードに襲われ、それが晴れてみると、ベーチモゴは、跡形もなく消えていた。船長は、船は、嵐のせいでバラバラになって沈んだに違いないと、判断した。しかし、数日後、アザラシ狩りをしていた、イヌイットの漁師が彼らの場所から約72キロメートル、離れたところに、ベーチモゴを見たと知らせてきた。15人は船を探し出し、このままでは、 船は冬を越すことはできないだろうという結論に達し、最も価値のある積み荷である毛皮を空輸するために回収した。米地模号は放棄された。しかし、米地模号は沈まなかった。そしてその後数十年にわたり数多く目撃された。人々は何回か船に接触できたが、いつも装備がなかったか悪天候のせいでサルベージに失敗した。 ベーチモ号の最後の目撃記録は、船が放棄されて38年後の1969年の、イヌイットのグループによるものである。ベーチモ号は、バローミサキとポイントバローの間の会場で総評に、挟まれて、身動きが取れなくなっていた。ユネスコの記事によれば、ベーチモ号が、最後に目撃されたのは、バローミサキとポイントバローの間ではなく、 アイシミサキとポイントバローの間、アラスカ北西の畜地海上であるという。ベ地チモ号の最終的な運命は不明であるが、沈没したと思われる。2006年、アラスカ州政府は未だ海上にあるか、沈んでしまったかに関係なく、北極海域の幽霊船のミステリーとベ地チモ号の居場所解明プロジェクトを開始した。今のところ、ベ地チモ号はまだ発見されていない。 ありがとうございます。